主要エシインチとは、サイトカインの一種であり、競技には、TNF は、TNFα、TNFβα よび LTβ の3種類である。TNFα は主にマクルファージにより、酸性されており、固形がんに対して出血性のエシを生じさせる、サイトカインとして発見された。主要エシインチといえば、一般に、TNFα を指していることが多い。 これらの分子は同じの受容体を介して採用し、類似した整理作用を有する。講義に TNF ファミリーと称する場合には、ファスリガンドや CD40 リガンド等の少なくとも19種類以上の分子が含まれる。本校では競議の TNF についてもべる。TNF ファミリーには19のメンバーが存在し、TNFSF と数字として分類されている。 番号を示し、後ろに文字が続くこともある。TNFα の構造。TNFα はマウスに移植した腫瘍に対して、出血性死を誘発させる因子として1975年に単離され、1984年に遺伝子がクローニングされた。TNFα は、分子量25系だの線具大タンパク質である膜。 結合型 TNFα として産生されるが、TNFα 変換酵素により、細胞外に存在するカルボキシル元側末端ドメインの切断を受けて 17K ダの可用性 TNFα タンパク質となる。MTNFα と STNFα のいずれも活性を有する。さらには、TNFα は 51K ダのホモ三両体を形成し、 血液中を循環しており、TNFα は主に活性化されたマクルファージによって産生されるほか、単球、T 細胞や NK 細胞、平らな目筋細胞、脂肪細胞も産生源となる。TNFα が転写因子である n f パ b を活性化するシグナルの模式図。TNF の生理作用は、赤血球を除いた生体内の細胞に広く存在している。 TNF 受容体を介して発言する。t n f r には TNFR1 と TNFR2 が存在するが、TNFR2 に対する親和性が TNFR1 に対するものよりも5倍高いことが報告されている。TNFR も TNF と同様に3両体を形成して存在しており、TNFR1 は全身の多くの組織に構成的に発言しているのに、 対して t n f r には何らかの刺激を介して免疫系の細胞に発現する誘導型の受容体である。TNFR ファミリーは神経成長因子受容体と細胞外領域に相当性を有し TNF-NGF 受容体ファミリーとも呼ばれる。TNFR1 と TNFR2 の構造上の主な違いはデスドメインと呼ばれるドメイン構造の有無であり、 デスドメインは他のデスドメインを有する分子との結合に関与している。TNFR2 においては細胞内に存在するデスドメインを欠損している一方、TNFR1 はデスドメインを介していくつかのシグナル伝達分子とディスクと呼ばれる複合体を形成し、タンパク質分解酵素であるカスパーゼ8の活性化を介して自発的な細胞子を誘導している。また、 TNFR を介した n f パ b あるいは AP-1 などの転写因子の活性化は下記に示すような整理作用の一部の発言に関与しており n f カッパ b の活性化はアポトーシスに対して抑制的に働く。これらの転写因子の活性化を介した作用はデスドメインの有無にかかわらず引き起こされるため TNFR1 と TNFR2 に共通している。 TNFR2 の細胞子への関与は2008年、現在の段階では未だ議論が分かれるところである。また、細胞膜上の TNFR の他にも可用性、TNFR と呼ばれる分子が尿中から発見されており、これらが TNFα 及び TNFβ と結合して、生理作用の発現に寄与していることが知られている。 TNFα は、細胞接着分子の発現やアポトーシスの誘導、炎症メディエーターや形質細胞による抗体酸性の更新を行うことにより、感染防御や抗腫瘍作用に関与するが、過剰な発現は、関節リウマチ、感染などの疾患の発症を招く。LTα は、リンホカインの一種であり、TNFα と同様に産業体を形成して、 安定に存在しているが、ホモ3両体を形成している場合もあれば、LTβ と結合して3両体と結合している場合もある。LT は TNFα と同一の受容体を介して作用を発現し、類似した生物活性を有する。主要 a c 因子は固形眼に対して A-C を生じさせるサイトカインとして発見されたが、後に炎症に関わる主要なサイトカインであることが、 判明した。当初、敗血症のサイトカインストームに対して、高 t n f 製剤が試みられたが効果はなく、1993年に初めて関節リウマチ治療に有効であることが報告された。インフリキシマブは、関節リウマチ以外の感染性関節炎や、強直性脊椎炎、ベーチェット病、クローン病では、 単剤投与可能であるが、関節リウマチにおいては、メトトレキサートとの併用が有効性と関連があり、義務化されている。エタネルセプトやアダリムマブは併用の必要はないが、併用時の方が効果は明らかに高い。関節リウマチの場合は4回目の投与で、効果不十分ならば、投与間隔が8週間ならば 3mgkg から 10mgkg まで増量を可能であり、 投与間隔が4週間ならば 6mg、kg まで増量が可能である。低疾患活動性をしばらく維持できれば治療を中止することが可能である。ありがとうございます。